なんかこの乱山って、こういうのありますよね、いくつも。せり上がってて見えない。もうなんか三つ目くらいな気がする。しょー。あやちゃん、触れるようになってきたじゃん。ねえ。こうやって打てばいいの。寒かったんだ。あのカート道の先を越えていかなくちゃいけないんだそうです。じゃあピンはまっすぐなんですね。ちょっと右ドックなんですよね。もう。でカート道の真上に。はい。右の方だけど、ありなんでしょ？見えてきた。見えてきた。うん。軽いクラブで力の使い方見えてきた。軽いクラブ。うん、低いか。5番？上がってるか。足元、悪い。ちょうど段。おお。すげえ。来てるね。ベントレ来てるね。なかなか入れないって言いますよね。写真木の切れ端ぐらいじゃん、左の左の、うん左のぐらいを狙うのがいいらしい。右ドックだけど、はい、左から攻めるんだ、はい、僕はあの前の正面の山ぐらい。ドロー系のボールなのは間違いなかったけど。どうでしょう。指示通りのライン。おお、よいしょ。引っ張ってた？左行き過ぎ？まっすぐ。右には抜けないけど、右にまっすぐ。もっと右かと思ったら、案外こっちが左ドックしてて、うん、自分が思ってたよりも左にあったか。別にこの辺探すことなくて。風もこうなんで。おぉ。ああ、右出てしまったか。もう一つ練習できます。お、超えちゃった。マジでわかんないです。これ9番？これピッチングです。おお。ヘッドが降りてこない。当たるのも待ってらんない。バンカーは特にね、怖いもんね。はい、うん、当たるんで。うん。筋トレしすぎなんじゃないの？だって握力43あるんでしょ？体の使い方が分かった。体の使い方が分かった。And that's all.
よし。上の方からかな。おお、いい球、高くていい球です。落ちるところは見えません。こんだけ高く取ってうん、おー、ナイス。はい、あのティーグラウンドの形にみんなやられて右に行ってますけど、あゆちゃんだけいっぱい回ってるので、右から左にきっちり回し込んできました。クラブが勝手に左に回した。うん。おお、綺麗に入った。パッとね、難しい。もう10秒ぐらい待ってた。本当に入っちゃうんですよね。え、2打目。あ、2打目か。2打目。座って打つんだ。入れ入れ、意味わかんない。ナイスパー、ありがとうございます。シェイシェイオブリガード、シェイシェイオブリガード、オブリガードありがとう。ああ、あれだよ、ポルトギー、オブラード違う、言ってないじゃん。本当そう。あと 4ホールぐらい連続でも取ってます。あ、もうドーミー終わってたの、わかんない、見なきゃ。ここドーミーだったの？ぽいです。タイガー勝ち？タイガーの勝ちです。4エンド3です。おお。いいでしょ。始めた。いい人だからね。軽いだからなんか意欲さんだよな。すごかった。